それが起こるなど、今日本は支え合う大きなエネルギーが必要になってきました。このバサライブで伝えてきたたくさんの思い、それを忘れることなく、私たちも日々前を向いて進んでいきたいと思います。東北の皆様、ご来場くださった皆様、出演者の皆様、すべての皆様に幸せが訪れることをありながら、このバサライブを終演とさせていただきます。本当に本当にありがとうございました。